昨夜はスライドを見て、十時終章。見るときは、直ちに考えたのではない、本物の自分、が現れて前置します。今朝六時半起床。朝食後から午後ずっと作業室で作業をしました。お世話様でした。昨夜も作業、しおりの日も通し、お約二時間手伝った。よろしい。スライド見た。 10時半終章。今朝6時起床雨だったので、部屋の窓から外の樹木や葉、セミの抜け殻などを眺めた。1、距離は1メートル以内です。2、自分の部屋に入れるのは、夜寝るとき、夕食後に日記を書くときだけです。